こんにちは、あちゃんです。あー、めちゃやりたい。あー、とりあえず顔洗ってくるわ。チャオ、あちゃんです。目を覚まして頑張ってお弁当作っていきましょう。では作っていきましょう。今日のレシピ決まったよ。よいしょ。ハムがね、ボロボロになっちゃった。なんか剥がれへん。よいしょ。サラミ。
サラミエンバジルのグレビーチーズ、ちょっと珍しいからね、やってみた。あ、美味しいな、これ。卵を、うん、きのこぶよ。最初巻き始めはね、難しい。うまいこといかへん。でもある程度熱入ったらうまくなっていくんだけどね、勝手に家にはなるんだけど、きれいに焼けた。卵が焼けました。では、豚さんを焼いていきましょうか。
豚の腿切り落とし、これをね、食べやすく切ります。こっちに並べたのがこの奥側のお肉。こんな感じ。で、大きさも飲んでいかな。で、軽く揉みます。で、粉。これでね、炒めていきましょう。油を出して、ね、このお野菜も一緒に入れてしまいます。キャベツ後でいいや。ある程度フライパンの表面が表面できたら、
てる人。今思いついたレシピです。いいことにオイスターソース、トマトジュース、トマトジュース、食べてや食べてや食べてや、まあ、食べたのはでもいいからね。食べたのではないや。味はどうかな。最後にね、ちょっとだけ踏んでみる。ケチャップ小さじ1。うん、めっちゃ美味しい。ポークジンジャーチャップ。いや、フライパンがすごく汚れるな、これは。どうしてもタレ焼きするとね、フライパンが強烈にね、焦げついちゃうんよね。これフライパンを洗っていきます。バター。マイタケほぐして、
巻いてあげますね。今日はね、量はね、あさり食べるんで、ヒカルはあさりダメね、貝の香りダメだけど、量はあさりいけん、昨日はカニ行ったんで、ね、あっちゃん昨日あさり食べたけどね、あさりが入ってないというね、あさりの風味はするんだけど、これを入れます。で、お湯沸くのを待って、お湯沸くのを待ちましょう。ささみの唐揚げがチンできたね。と同時にお味噌汁、お湯は炒んでお味噌汁入れましょう。巻き、これをよいしょ、ご飯の横に置きます。よいしょ。で、今日のおかずはポークジンジャーチャップ、甘くないポークジンジャーチャップと、ささみと、ささみちゃうわ、サラミとバジルのベビーチーズで巻いた、ハムの卵焼き、バジ、あれです、トリュフ香ってます、はい、で、これで、完成です。しっかり出しておこう。よいしょ。熱いよ、めっちゃ熱いよ、開けるとき熱いらしい。よいしょ。よいしょ、ここにご飯、バジル、パチン、完成です。はい、ということで、お弁
弁当完成しました。まあ、こんな感じでね、今日は、また初の試み、ポークジンジャーチャップ、にしてみました。豚の生姜焼き結構好きやし、でポークチャップもね、甘くなければ食べてた、好きなんで量は。甘いのはちょっとね、微妙なんで、量は。だから、ポークジンジャーチャップで、ケチャップじゃなく、トマトジュースでトマト感を出して、最後ちょっとだけケチャップで甘み入れてみました。まあ、あれも入ったよね。みりんもあるからいいけど、その甘みがなかなか絶妙でね、そんなに甘すぎず、まあまあいい感じにできたんちゃうかな。これはまた一つ一品、夜のメインにしてもいいぐらいのね、味付けができたんでね、これまたちょっと、自分のものにしていきたいと思います。はい、まあ、よかったら、夜ご飯にでも活用してみてください。味付けは、軽く塩で下味付けて、で、粉でしっとり感、粉まぶして、豚さんのジューシーさを逃がさないように閉じ込めて、で、それと野菜、好きな野菜と一緒に炒めて、味付けは、みりん、生姜、みりん、で、お酒、で、オイスターソース、で、トマトジュース、で、トマトケチャップでちょっと風味つける。甘いのが好きな人は、もうトマトジュースじゃなく、トマトケチャップでやってもらったらね、いいんちゃうかなってあっちゃうと思います。これで、なかなか、リモンができました。あともうちょっとね、香り出すのやったら、香味ペーストみたいな、ソーミシャンタンみたいな、ああいうちょっと中華系のだしを入れて、もういいかもわかんない、はい、まあ、その辺好きにアレンジすればまた味も広がるんじゃないのかなとあっちゃんは思うんだけどね、まあ、今回ちょっと面白いものができました。はい、あっちゃん的にはね、新作ができたんで、まあまあ良きかなと思います。はい、ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。10月の23日、あっちゃんのお弁当作りでした。ではまたね、バイバイ。昨日よりまた登録人数減ってるのかな。でも1万人いたから嬉しいです。本当皆様ありがとうございます。先にお礼言わなあかんねんけどね、令和元年10月22日、ね、天皇ご即位の儀の日に、同時に1万人登録していただきまして、本当にありがとうございます。あっちゃんはすごいいい思い出になりました。これはこれから一生引っ張っていってもいいネタって言ったらあかんけどもね、一生引っ張っていけるあっちゃんの中で誇れることやと思います。天皇ご即位の日と同時に1万人っていうのはなかなかね、本当にこういうタイミングでそんなんなるっていうことってめったにないんでね、これから一生言っていけるいい、なっちゃんの冠言葉になると思います。はい、皆様本当にありがとうございます。ということで今日も一日よろしくね。今日のあっちゃんのお弁当作り、初の試み、新レシピ開発完了、完了って今日朝から考えてきてるんですけどね、ポークジンジャーチャップ、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録して、これからも見てくれたら嬉しいです。これからもどんどん新しいレシピ考えていって、お弁当飽きさせないように頑張っていきたいと思います。明日のお弁当はダブルです。あ、もしかしたらトリプル、いや明日はダブルやな、明日はダブルです。はい、ということで何がダブルか、明日のお弁当お楽しみください。ではまたね、バイバイ。